どうも、お疲れ様です。海外旅行などに行く際っていうのは、キャリーバッグ。このスーツケースをね、どのサイズにしようかって迷うことありますよね。で、目安になるのが、この大きさなんですよ。30リットル、36リットル、45リットル、75リットル、95リットル、100リットルというのが代表的なサイズです。で、私が持ってるのは、だいたい100リットルなんですよね。これ、海外旅行に、まあ、3泊4日ぐらいで出かけていって、で、帰りにね、 お土産を少し詰めていくのにちょうどいいんですよ。だから、行きは多少ガラガラなんですけども、帰りはしっかり詰めて帰れるんで重宝してます。で、お土産のね、予定があんまりない方は、75リットルぐらいが適当なんじゃないかなと思いますよね。まあ、そういう風に選ぶんですけども、だいたい100リットルってどのサイズかっていうと、こういうサイズですよね。 この車と女性と、この女性がだいたい身長170センチぐらいの方ですけども、この大きさっていうふうに考えていただくと分かりやすいかなと。コロがついてて、最近のキャリーケースはね、やっぱこう、すごくスムーズに。 ガラガラ引けるんですよね。これが結構安いものとか、中古を買うと、コロが壊れやすい状態のものがありますんで、そこはね、ちょっとケチらずにいきたいなと思います。価格にして2万円前後のものだったら、まあいけるんじゃないかなってことですよね。で、今回のキャリーケースって、100リットルで多分ね、1万5千円ぐらいじゃないかな。あ、1万3800円ですね。結構買いやすいですね。これは売り切れてます。 まあ別にこの楽天から買わなくてもいいんですけども、大体このぐらいのほら、LL サイズでが100リットルなんですよ。だからこれちょっとクリックしてみましょうか。これとかはいいんじゃないですかうん、確かこれ100リットルだと思いますよ、これが。うん。困ったはありませんでした。これね、すごいですね。セールスが上手ですね、この。ランディングページ見てると、これランディングページなんですけども、すごくよく作られてますよね。うん。走行。 おう、20%カットとかね。これカラーリングもいいし、耐久性もありそうですよね。で、ポイントとしてはね、あの、空港の、このぐるぐる回ってくる回転寿司みたいなベルトコンベヤありますよね。自分の荷物を取りに行くところ。目立つ色がいいです。やっぱり遠くからでも見えるような。だから、黒とかね、白とか、シルバーとか、シンプルな色に従うんですけども、やっぱりね、遠くから見てもわかるように目印をね、シールでベタベタ貼っておくとか、 あの、ゴムのベルトをね、これ、太いやつを貼っておくとかね。それ、そもそも、色をね、目立つやつにした方がいいですよ。LL、えー、サイズ93リットル。うん。だから、海外旅行行くんだったら、LL サイズ93から100リットルおすすめします。75だと、これ、ね、ちょっとね、物足りないですよね。ほら、これ青とかはいいじゃないですか。すごく、他の人が選びにくい色なんで、おすすめです。黄色があったら黄色でもいいですし、緑はね、 まあ黒とちょっと似てる感じなんで私はあんまりこの赤とか青がいいんじゃないですかおしゃれであんまり他の人が使ってない色ですから。はい。サイズの目安ここについてますね。ランディングページいいですね、これね。で、中身はそんなに変わらないですから。このベルトがついていてポケットがね、みたいなの。だから、もう外見で選ぶのがいいですよね。はい。えー、男性の場合海外旅行に行くんだったら、だいたい一泊使ったことはないでしょうから、この100リットル。 少なくとも93、4リットルぐらいから100リットル。これをお勧すすめしますね。で、色は赤とか青みたいな遠くからでも目立つ色。で、価格は2万円弱なら OK だと思います。あの1万円前後のやつってのはね、あんまり選ばない方がいいです。壊れやすい。なんか安いものには訳があると思いますんで、せっかく海外旅行に行くんでね、あの、しっかりとしたものを買った方がいいと思いますよ。はい。そんな感じで私からのスーツケースの選び方講座でございました。参考になれば幸いです。